ではこの ESI、 今この先に挙げた4つは意識下にある、はい、うん、自覚している自覚している、うん、でこっから下は無自覚のところに行きます、うん、で5番目は暗示された機能ですと。自信があるとかないとか以前に、うん、その発想がなかったぐらい欠けていて、うん、認識意識することがない、うん、できないと書いてありますね、うん、でも自己実現のためには必要であり、いやこの機能について知っておくことは、うん、あなたにとって重要ですと、うん、ただまあこの社会的なニュアンスにも疎いので、うん、悪用されないように気をつけましょうねなんて書いてあるんですけど、うん、この暗示された機能 ESI の人は外交志向ですと、うん、知性的に見える人や裏表がない人、面白くて自分が生産性と効率性を高めるのに役立つようなことについて、うん、知識を共有しようとしてくれる人に魅力を感じる、うん、完成された分析よりも信頼できる情報の方に魅了される、うん、つまり結論として出された正解よりも事実や説明を好むということですと、うん、同じ理由で当てにならない情報や単に間違っている情報を発信する人たちを避けます。自分の行動の生産性について考えることを放棄しがちで、指示してもらおう、最善の方法とか最も生産的な方法をアドバイスしてもらおうというふうに無意識のうちに人任せにしている、うん、この人たちは自分がどれだけのことができてそれは十分なのかどうか、うん、そして実際にどれだけの価値があるのかを測るのが苦手です。自分の行動の生産性を自覚し、いつも合理的でやりがいのあることをしようとしている人たちを尊敬します、うん、そうか、結局、うん、自分のそういった価値っていうのは合理的に見ないとそれを推し量れない、うん、いや僕って要はそのなんかこういうチャンネルを見てくださってる方と会ってお話し機会があると、うん、素敵ですって言われるんですね、うん、二等兵さん素敵よって、うん、よく僕は素敵だって、うん、自分のことを自分で言ったりするんですけど、うん、結構心の底では全く自信がない、うんうん、アンビバレントな感じなんですよ、うん、でもいや僕も思考の部分が劣等機能だと思ってるので、うん、なんかそれが測れないでいるのかなと思ってるんですね。で思考がある人、シンキングがある人は、はい、なんか強いって僕は見るんですよ。強い気がする。ここに5番目にいる、5番目にはいないですよね僕、うん、でも僕はこの外交思考が、うん、多分4番目ぐらい、要は苦手だと思っているので、うんうん、なんか言ってることはなんとなくわかる。要はその、うん、あと人任せとか、うん、大事なとこ人任せみたいな、この自分で多分判断つかないから、うん、もうちょっと誰か決めてよ、あーわかるねって感じですよね。わかるね、うん、でそれをまあ無自覚のところだから意識はしないけど、はい、多分心の中でそう思ってる、うん、思って行動してる。でもやっぱりこれを解決しないと、うん、多分心の底からなんか自分に自信を持つみたいな、うんうん、自己肯定、うん、まあこの方はなんか自分を良しとしてるんでしょうけど、うん、気づかないところでなんか人任せの部分もあるわけじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりこの思考、うん、どうやったら高まるんだろうって今ふと思っちゃいました。すいません、なんか人の ESI さんのところで、はい、持ち出してしまって、うん、ただそのシンキングする部分がないと、うん、多分そこがうまくできない、うん、ただ皆さんそれを持ってるって話ですもんね。まあ考えられないわけじゃなくて、はい、考えようとしないみたいな話じゃないですか。あ、体調はそれを言うよね、うん、だとは思ってるんですよ。なんかね、考え始めると多分やめちゃうんですよ、うん、なんでやめちゃうんだろう。辛くなるとかじゃないですか。あ、フィーリングが入ってくるんだそこに。フィーリング、まあどのタイプでもだと思うんですけど、はい、あの例えば思考の人たちは、はい、こう感情が苦手だったりするわけじゃないですか、はい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 、で感情的になるともうわけわかんなくなって辛くなるみたいな。その人たちにね、うん、好き嫌いを言えって言ってるのに、うん、彼らは好き嫌いを言わないんですよ、うんうん、なんかね説明しだすんですね、うんうん、っていう、多分その辺ですよね、っていうなんかこう苦手な感じで、うん、こう手放しちゃうんじゃないですか、はいはい、うん、で僕は多分ねこの思考の部分を多分手放しちゃうんでしょうね、うんうん、まあもうい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 あこの、うん、あ仲良くしましょうね思考の人ね仲良くしましょう、うん、はい、多分その辺、う
うんうん、ごめんなさい、多分その辺で済ましてすいません。多分でもそこが重要って話だと思うんです。そうそう、だからそれについて話し合うことは必要だよと、うんうん、でみんなこう握りがちじゃないですか、うん、そういう場面で、はい、こう F の人は F だから感情がとか言って、やつらはねすぐに感情で訴えかけてくるからって思考の人は言うじゃないですか。言いますよ。でこう感情の人は感情で、うん、そうじゃないんだみたいな。そう、いや違う違う、簡単なことだよ、うん、気持ちを教えてって言ってるだけ、うんうん、って言うといやいやって言い出すんですよ、うんうん、いやいやじゃないんだと、うん、今思ってること言ってくれよって、うん、違う違うっていや違うってなんだよって。でそれが逆パターンでも起きうるって話ですよ ね。そうなんですよね。そうじゃなくてちゃんと考えてよってはい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 、で起きうるって話ですよね、はい、そうですね、はい、では、はい、6番目、6番目は動員する機能ですと。この動員する機能というのは自分の行動に強く影響を与えているが自分にはよく分かっていない、うん、なんかやってるんだけど分かってない、うんうんうん、からこれを使って主導の人たちから学ぶと、うん、ああこの部分か、うん、っていうのが分かり十分に使いこなせるようになる、うん、というのが動員する機能なんですけど、うん、ESI さんにとってこの動員する機能は内向直感ですと、うん、気流から逃れるため、うん、要はまあ心配しすぎってことですかね、うんうん、気流から逃れるためには状況がどうなっていくのかについて、うん、定期的に他者の見解を得なければならない、うんうんうん、急がなくても間に合うよとか、うん、進行中だから取り掛かる必要がないとか、うん、今は黙ってて見ようよ、うん、みたいなこと、うん、人からそういうのを安心させてもらえないと不安でたまらなくなり、そういう問題に対してすぐさま、うん、時には衝動に任せて取り掛かろうとする、うん、この辺はね僕もね進行状況は、うん、結構気になったりします。気になって自分ではわからないって話ですよね、この人たちは、うん、進行状況が気になるけど、はい、自分ではどう考えていいかわかんないから人からちゃんと報告してもらわないと、N の発達してる人はまあ、なんとなくこんなことだろうなって報告してもらわなくても、こういうことだったらこういうことだよねっていうのが分かるっていうのが N の人じゃないですか。ああ、まあ僕は多分 S の住人なので、まあうんうん、そうなんでしょうね。報告してもらわなくても、うん、だいたいこういうものはこうなるっていくみたいな。裏切られますよ。裏切られるとかは別の話ですもん別の話なんだ。別の話ですよね。あのね、うん、信頼関係みたいな話じゃないですか。で、あ、多分そういうとこですよ。何が起きるか分かんないみたいな将来。はいはいはい、そうですよ、うん、はい、っていうところでちゃんと定期的に報告しようみたいな。わかる、うん、では、7番目、うん、7番目は無視された機能ですと、うん、この無視された機能というのはブレやすいことを除けば十分に発達しているが、うん、普段は抑圧しているけども、うん、望まないコミュニケーションの際には自らのこの主導する機能を守るためにこの部分が出てくる、うんうん、まあそういうところで出てくるからでしょうが、うん、その反面この無視された機能っていうのが悩みの種になると書いてあるんですけど、それが外交感情ですと、うん、みんなでワイワイ冗談を言い合うような感情的な状況に完全に打ち解け、うん、長時間それを維持することに長けてる、うん、大抵はそのような雰囲気を自ら生むこともできる、うん、しかし、うん、自分の気持ちがそこに向かっていないときは、うんうん、特にそこにいる人たちに内心良い感情を抱いていないとき、うんうん、そんな状況に意味はないと思っている、うんうんうん、嫌いな相手を前にしようが自分の気持ちが嫌な気分であろうが、うん、社会的な状況においては礼儀として取り繕うことは分かっているが、うんうん、そういう時には楽しい雰囲気に合わせたり、うん、楽しい雰囲気を出したりするために行動するのを拒否する、うんうんうん、そこにいる人と親密であればあるほどそうすることへの嫌気も大きくなる、うん、多分、まあ、FI がファーストじゃないですか、はい、だから自分の感じることが一番重要なんですよ。あー、もう人に合わせることよりもここは多分僕と違うので、うん、逆ですよね、はい、うん、自分がどう思うかよりも周りの人がどう思うかの方が重要、うんうん、僕は多分そっちの方が社会的の、うん、なんていうんだろう、生存戦略だと思ってるんです、うんうんうん、社会的な動物として、うんうん、ただこの人たちは
生存戦略として自分の感情の方を、でこう、まあ、優先している、合わせることはできる、けど、まあ、合わせたくないって言ってるんですよね強いねこの7番目、色もまあまあ濃い方なので、能力としてはまあまあ持ってるけど、この自分のフィーリングを守るために、無視する、無視する、あー強い、だからそこであなたを困らせることがあるよっていうことですね、はい。では、8番目、証明する機能ですと。主導する機能と同じぐらい強くて発達した機能だが、同時に最も無自覚な機能ですと、激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚することができないでしょうと、また背後で世界観を形成するのもこの機能ですと、いうのが、内向感覚ですね、自分や他人の体調や幸福、美的感覚、そして美味しい食べ物やくつろげる状況のような感覚刺激がもたらす内的な影響を認識し、評価する能力に自信がある、促されれば納得のいく評価ができるが、リラックスすることや、それについて話すことは、人生の優先事項というより、むしろ楽しみの源だとみなしている、全面的な自信があるにもかかわらず、そんなに深刻なものとしてリラックスを考えていないし、いつも自分にリラックスを許しているわけではない、体調や幸福に注意を向けるとき、向けることを選ぶときは、SE 的な方法を好んで制限を課すことの方が多く、自分にも他人にも食事療法や運動療法を求めますと、やっぱり、ま、自分が先なんですね。自分が先で、ま、これもまあ SI も自分だけど、自分のリラックスとかそういったものを重視するのが SI ですよね。今は自分自身がどういう状況か、でその能力はすごく高いけど、それよりも体調や幸福を選ぶときは、リラックスじゃなくて、どう律するか、どう律するか、だから能力はあるんですよ、多分自分自身を感じる能力はあるけど、大したものとして見てないから自分を律するかとかの方に行ってしまう。だからやっぱり人から見ると厳しそうに見えそうですよね、なのであなたの背景は、そう見えている、見えてる、厳しい人だと、人にも自分にも、